素粒子を食らっても。見えてきたぞ。敵の大軍勢だ。セイバーやペガサスの連中と合流できなかったな。無事だといいけど。ここは俺たちで食い止める。これ以上ギルドへは進ませねえ。全員戦闘態勢。セイバーとペガサスが全滅したのか。霊峰ゾニア、この地はかつて黒き天女と白き天女が争った地。バカ、アイリン様はイシュガル出身なんだぞ。あて、それって触れてよかったの？あん？あ、いえ、これはあなたたちが争ったら勝つのはどちらかしら。冗談よ。スティング、あとは任せろ。お前たちの悔しさも全部背負って戦ってやる。ガジルさん。ガジル。あったかい。新しいお客さんが来たようね。準備はいいかしら？ブラッドマン、ラーケイド。ゴーマ、鉄人か。捕まえてた人たちも元気になっちゃった。いかがなさいます、アイリン様。ブラッドマンとラーケイドがいれば問題ないわ。なんだ、突然。死に恋だ。いや、貴様が触れたるは死や抗えぬ死ぞ。ジュリエット、ハイネ、あなたたちも前線へ行きなさい。じきに3人目の客が来る。3人目？そう、天魔と虎。これが最初の客。移動神殿オリンピア到着。元オラシオンセース、現クリムソルシエルの力見せてあげるぞ。そして一番厄介なのが4人目のお客様ね。4人目？まだ来るんですか？これは敵でも味方でもない。やっぱでかいっていいよな。えい！でかいって最高！元に戻して！もふもふ。人の体で遊ぶのやめてくれる？魔導王オーガスト、燃えてきたぞ。夏、交渉に行くんだからね。移動神殿オリンピア、手法発射だぞ。頼もしい火星が来てくれた。一体誰が乗ってるんだろう。4人目の客が到着する前に準備しておかなければね。ルール外のものの手によって、アクノロギア、暗黒の翼によって。あら、世間じゃヒーローの絶望って呼ばれていたわね。もっと可愛らしい呼び名はないのかしら。久しぶりに思う存分戦うことができようぞ、鉄輸送。貴様は耐えられても、あたりの人間はどうかな。トリックスピット、チェイン。聖
属性の魔法だと。エビ、私は離れない。本気じゃねえよ、怒んなよ。私死んでほしくないよ。ガジルに生きててほしいよ。これは大地の魔力の質が変わった。アイリン、何をするつもりなんだ。これはどういうことだ、ブランディッシュ。私はあなたと交渉しに来たの。ジェイコブは殺されたのか。彼らによって倒された。ブランディッシュの魔力もすごいんだけど、オーガストの魔力ってそれ以上だ。何があればそなたは我々を裏切ることになるのか。裏切るわけじゃない。私はアルバレスの人間。陛下の戦いの意味を理解できるのなら、それは敵でしかない。お前本当に大丈夫なのか、この魔性粒子。ソリッドスクリプトマスクは完璧よ。第三の印は死神が命の審判を下す。三まで行ったら戻れぬぞ、勝者の世界。冥界より吹き出す旧気の呪力、呪法アクラテン。この技だ。まさか。こいつタルタロスの呪法を全部使えるのか。鉄竜の砲塔、氷河の壁光。第三の印解放。命を狩る渦から。ごめん、本当は最初から効果なかったの。じゃあなんでここに来たんだよ。助けたかったから。レビー、レビー、今すぐあの野郎ぶっ倒してやるからな。無駄なこと。我に攻撃は来たの。けどよ、そんなことはもうどうでもいい。惚れた女守れりゃそれで十分だ。こやつ魔性粒子を食らって。それだけのために。俺はレビーをギルドに連れて帰るんだ。ただでは死なぬ道連れじゃ。ガジル、俺に触ったらお前まで。そんなのどうだっていい。レビー、私はガジルを助けるの、絶対に。よせ。離して、リリー。ダメだ、巻き込まれる。離して、このままじゃガジルが。お前に会えて、お前のおかげで俺は少しはマシになったのかもしれねえ。ガジル、お前のおかげで俺は今まで一度も考えたこともなかったことを考えるようになった。ずっと二人で歩いていたかった。未来を失うのがこんな怖いこととは思わなかったんだ。俺の分まで行けるんだ。Yeah!
ガジル完全なる滅竜まであと6。ほう、それがそなたの真の目的か。少しは楽しませてくれるのか。ええ、十分に。竜王祭ラグナロク、言い方は違えど一方的な征服、互いの国同士の理念をかけた戦いじゃないってことくらい。行く末のことは陛下自分で考えて。あまり強気に出ない方が。私は自分で考えた。こやつ。夏、そんなに睨んじゃダメよね。ブランディッシュの顔くらいは立ててやらんとな。ありがとう、おじいちゃん。お主を孫にした覚えはないぞ。メスター、お前何したんだ。記憶を植え付けたんだ。こいつよく分かったじゃろう、ブランディッシュ。これが奴らのやり方じゃ。おじいちゃん。ルーシでは始めましょうか。大気へのエンチャント。そなたは噂以上ですわ。陛下が恐れるのも無理はないわね。それまで人間どもには手を出すなという話なら聞く気はない。あら、しっかりしてもらわないと。戦争も早く終わらせるためにね。なんだこれは、我が知らぬ魔法。そう、400年前にもそれ以前にも存在しなかった魔法。ウヌは一体。アイリーンと申します。また会えるといいわね。なんだこの光は、どこから。アイリーン、君はあの魔法を使ったのかい。